さて、ババールたちはというと、おや、車に乗り切れなかったお母さん、車の後ろを埃を吸い込まないように花を空に向けて走っていますよ。その頃森ではちょうど象の王様の散歩のお時間でありました。おや、おいしそうなキノコだぞ、食べちゃおう。毒が回り始め、王様はとても苦しんでいます。そしてとうとう王様は死んでしまいました。なってしまったようです。王様のお葬式のあと、象たちは新しい王様を選ぶための相談をしていました。なかなか王様が決まらず、象たちが頭を抱えていた時です。森の入り口から騒がしい音が聞こえてきました。何の騒ぎだと振り向いた象たちはあっと驚いた。その音は、そう、森に到着したババールたちの車の音だったんですね。ああ、帰ってきたよ、ババールたちが帰ってきたよ。森中の象が飛び出してきて、ババールたちの周りに集まり大喜び。その時、一番年寄りのコルネリウスが興奮した声で、諸君、私たちの新しい王様のことだが、このババールではどうだね。ババールは長い間人間と暮らしてたくさんのことを学んだ。王の冠は彼にこそふさわしいと思う。象たちはコルネリウスの意見に賛成をしました。そしてババールたちの返事を待っています。皆さん、ありがとう。でも僕は王の冠をいただく前にお話ししておくことがあります。森に帰ってくる途中、僕はセレストと結婚の約束をしました。もし僕が王になるのなら、女王はセレストです。セレスト女王、万歳！ババール王、万歳！Thank you.
ババールは最長老のコルネリウスに、あなたはとても知恵のある人です。あなたには将軍になっていただきたいのです。僕の戴冠式の時、僕が町からかぶってきたこの山高帽を記念に差し上げます。8日後に僕とセレストは結婚式を挙げます。結婚式と戴冠式の時、森の動物たちをみんな招待して盛大なパーティーを開くつもりです。と言い、鳥たちに頼んでこのことを森中に伝えてもらい、ラクダには町まで結婚式のドレスを買いに行ってもらいました。